どうも、中目理大です。片野慎一郎です。今回は2015年公開、世界を変えた風雲の革命児の電気映画、スティーブ・ジョブズについてなんですけど。俺はこれ見てないんすよね。これ結構面白かったんで、iPhone ユーザーの信者におすすめですよ。ちなみに僕は Android 携帯を使い、この動画も Windows の PC で編集してますが。大ちゃん、あんまジョブズに思い入れないじゃん。ただ僕は若い頃、このジョブズの開発した iPod がハートにぶっ刺さった一人の人間としてこの映画が楽しかったんですよね。というわけで、あらすじもクソもない系の作品なので、早速始めさせていただきますが、やっぱり一番の見どころとして、世界中特にアメリカ人と日本人の心を掴んで離さないアップル製品の生まれた原風景が見られるところなんですよね。日本にガーファという頭文字を広めた立役者スコット・ギャロウェイが言うところのトヨタの生産性とフェラーリの価値を同居し利益率も非常に高い使っているだけで有能そうでイケてるイメージになれるアップル製品ってこういう人間から生まれたんだみたいなね。まあ確かにアップルっておしゃれの一言ってイメージありますよね。まあアメリカってジョブズだけじゃなくニューエラーやナイキしかりなんか知らんけどクッソかっこええもんってもののブランディングが異常にうまい国って印象ありますけどね。はいはいはい。んでこの人間の本能にぶっ刺さる製品がどんな人間が生まれたかというと、若い頃のジョブズは LSD が大好きでセックスも好きでインドに浸水しており、デザインというものに並々ならぬ情熱と執着を燃やすエンジニアという一見興味を持つものに一貫性のないように感じる人物だったみたいなんですよ。へえ、そうなんだ。んでこういうバラバラに散見されていた要素が iPod、iPhone という Apple 製品に集約されていく雰囲気が、つまりコネクティングドッツが映像的に見られるところが本当に面白かったんですよ。要は一見関係なさそうなものドットを後から振り返っていいものも悪いものも全てつなげていくことで大きなイノベーションを起こせるぜ的なジョブズ思想がやっぱり面白かったんですよね。よくわかんないけどやっぱすごい人だったんだね。 iPhone ユーザーならコネクティングドッツぐらい知っておきましょうよ。ただ同時に僕はちょっとジョブズの描かれ方にゾッとした部分もありました。何それ。個人まして偉人に対してこんな言い方は良くないのかもしれませんが、スティーブ・ジョブズという人は富士山みたいな人だったのかなとか思いましたね。遠くから見ると綺麗だけど実際登ってみるとゴミだらけみたいな話ってこと？そうです。実際に今作でのジョブズは若い頃から自分の目的のためなら誰でも利用しどんな手も使う的な印象が非常に強いキャラなんですよ。創業メンバーも周りの使えそうな人間を選んだだけで、そのメンバーの中でも使えない人は平気でクビにしちゃって、妊娠した彼女にも俺の子じゃない、俺には関係ない、今すぐ消えろ的なこと言っちゃう人なんですよ。悪い部分もすごい人だったんだね。んで会社が大きくなっても自分の病的なこだわり癖のせいで周囲の人間とうまくやれない、彼のカリスマ性に惹かれた人間がついてくるだけ、そんな彼の気質を端的に表しているように感じられるセリフとして、他人のために働けなくてな、自由に動けないとダメだ、世界を変えられると本気で思う人間が世界を変えられるというものがあったんですが、これって僕は結構今時の意識高い系の人の思想の源流的な印象があるんですが、完全に全肯定していい部分なのかって思っちゃうんですよ。まあまあまあ、実際に世界変えちゃったんだからすごい人だけど、近くにいたらたまったもんじゃないかもね。んで個人的に今作で最も印象的だった場面として、よく言えば完璧主義者、悪く言うと傍若無人な部分のあるジョブズは一度自分の作ったアップルから追い出されてしまうんですが、結局ジョブズを失ったアップルは経営不振に陥り、改めてジョブズを CEO として呼び戻すくだりがあるんですよ。へー。で何年かぶりに自分の会社に戻ったジョブズはある若手のデザイナーの人と会話になるんですよね。うんうん。ジョブズはびっくり、なぜなら自分を追い出した会社に未だに自分が必要にこだわっていたデザインという部分に人が残っていることが分かったからなんですよね。そこでそのデザイナーがジョブズに言う一言がすごいんですよ。なんて言ったの？まだあなたを信じている人が会社に残ってるんです。ほう。これって要はさっき僕の言ったジョブズのカリスマ性に惹かれた人なんですが、本当に近しい人とはうまくいかなくなっちゃうのに、ちょっと離れた立場の人からは宗教レベルで浸水されてるってなんかすげえなーと思ったんですよ。でもそれってジョブズだけじゃなく結構いろんな人に言われる話ですよね。それもわかるんですよ。でもその中でも特にそういう人だったんじゃないのかなって思ったって話なんですよ。ほうほう。その人との距離感によって印象がめちゃめちゃ乖離しとって、物の見事に反比例してるんじゃないのかなみたいな。ほうほう。個人的にジョブズと近い印象の人物を挙げると、あまりにもエゴが目立つプレイスタイルだったバスケの神様マイケル・ジョーダンに対し、監督さんがチームの中には愛はないんだと僕の知っとる限り世界で最もおしゃれな説教をかました時、ウィンの中には愛がありますよとジョーダンが答えたって有名な逸話があるんですが、ほうほう。なんかもうここまで来るとジョブズってこのジョーダン以上にもっと愛しかなかった人だったんだとか思っちゃったんですよね。でそれの重要な点ってスケールというか観測地点によっていいものにも悪いものにも触れてしまうものであり、必ずしもどちらかと言えない部分だと僕は思いました。うんうん。じゃあここらで最後に話をまとめると、僕はジョブズって天才的なエンジニアであり CEO の印象が強かったんですが、なんか今作を見てその異常
常なまでの自分の目的への執着心を感じ、社長っていうよりアーティストだったんだって思いましたね。ほうほうほう。まあ世界に新しい価値を生み出す起業家とアーティストの本質的な違いって実はほとんどないのかもしれませんが、なんというか一見非合理的なことにこだわりまくって、近しい人とは衝突しまくり、人を嫌い、人に嫌われるが、その結果と背中を眺めている人からは心酔されまくって、最終的に人間の本能にぶっ刺さりまくる製品を生み出したジョブズって本当に芸術家って感じの人だったんだとか思ったんですよね。ああ、でもなんか大ちゃんの言いたいことは伝わったよ。聞いてると本当に社長さんというより芸術家って感じだね。そうなんですよ。多分傍若無人なジョブズにアップルの株主様とかが、アップルの中には愛はないんだと怒ったら、イノベーションの始まりは愛だとか言ったんじゃないのかなと思って、ちょっと勝手にニヤッとしてしまいましたってところで、じゃあお疲れっす。No deal, no right, it's no doubt. 誰でも持てる武器、それ夢の民調中合わせてみ One life only. ヘメロイの尻にカクカクッキリ、走る加減も見えない夜を探す。